了解。敵艦隊の編成はあの大型戦闘機に、高速突撃艦、そして機関の高速戦艦だ。わかりやすくていいじゃない、任せといて。ただ今回は紋章機の翼は出ていない。この前みたいにパワーアップしているわけじゃないから注意しろよ。と言ったって今まで通りってことだろ。だったら負けるわけないさ。そうだろ、みんな。その通りです。白き月にたどり着くまでは負けるわけにはいきませんわ。となんとかなりますよ。そうですよね、タクトさん。もう一度作戦内容を確認するか。はい、翼がなくても今の私は負けませんわ。了解。エオニア様の邪魔はさせない。沈みなさい、エルシオール。敵艦隊さらに接近。ここでやられてたまるか。エンジェル隊戦闘開始。次行こうよ。きっとお役に立ってみせますわ。どうした、もっと撃ってこい。俺はまだピンピンしているぞ。これは引き上げるか。次は本気で行くからな。カンフーファイター攻撃開始。命拾いした。嘘、攻撃が外れた。私がここにいられるのは攻撃を回避しました。それだけなの。回避する被弾箇所増加、まあ、簡単に攻撃を回避くないし、ね、ダメージをした。次は外さないよ。あ、かわしやがった、ムカつく。今回はここまでだ。次は滅びを与えてやる。タクトさん、ラッキースターが被弾しました、まあ、簡単に落ちたら面白くないしな。あ、かわしやがった、ムカつく。
はい、応戦のままに。なかなかの攻撃だが、残念です。僕を倒すにはまだ甘いね。あくまでも戦略的撤退だぞ。しまった、狙いがそれだよ。今度は私がタクトさんのために力を尽くす番ですわ。当たった。攻撃回避されたわ。結構やるわ。エルショールは必ずお守りします。指揮に専念なさってください。はい、応戦のままに。なんだ、もう終わりかい。目標は撃破したよ、タクト。はい、タクトさん、お任せください。目標のフライヤーダンス。攻撃は効きました。よし、変化。効果的な一撃を与えられましたわ。タクトさん、ご覧になりました？かわせたか。次は外さないよ。ラッキースター、攻撃を開始します。この調子で参ります。目標を確認しました。攻撃に移ります。申し訳ありません。目標を撃破しました。やりましたわ、タクトさん。回避に成功しました。敵を確認した。4番機攻撃を開始。平穏な生活を取り戻しましょう。し、狙いがそれだよ。被弾した。もう一度行ってくる。だがこの程度のダメージならまだ戦える。当たったか。かわされたか。防御システムが消えた。次は外さないよ。やつらの敵が現れました。了解ですわ。言われなくても分かってるわ。はい、王様のままに。神様か。次は外さない。しまった、かわされた。どうかお願いします。今の私は気合十分ですわよ。次は外さない。よし、来た、タクト。この状況を乗り切れないことには先へ進めません。そんなヘナチョコ玉なんか当たってやらないよ。俺、小賢しい。もう許さないわよ。いけアンダークロー。外れちゃった。しまった、当たっちゃった。言われなくても分かってるわ。そんな攻撃当たるもんですか。フライヤーダンス。効果的な一撃を与えられましたわ。タクトさん、ご覧になりました？はい、応戦のままに。敵の攻撃を。これでもう大丈夫です。ありがとうございました。はい、了解しました。レーダーの反応は、これより攻撃に向かいます。了解。敵の攻撃を回避したわ。フライヤーの感度も良好ですわ。今日もうまく戦っちゃいます。目
標を確認しました。攻撃に移ります。修理の指示は早めにお願いします。いけない、狙いがそれちゃいました。この私が。だがエオニア様のもとへは。敵の機関を撃破しました。その他の無人艦も沈黙。よし、みんなよくやった。このまま突破するぞ。ここまでか。だが思い上がるなよ、ブラマン氏のお嬢様。最後に勝つのは選ばれし者、つまりこの僕だ。肝に銘じておきますわ。人間思い上がるとどうなるのか。幸いにも目の前に良い見本がいらっしゃいますもの。察するに君のところの司令官かい。同情してあげるよ、僕は寛大だから。残念ですがタクトさんは違いますわ。タクトさんは宇宙一欲張りな素晴らしいお人ですもの。じゃあ誰だ。まったくお幸せですこと。なんか納得いかないが、まあいい。とにかく次に会った時こそお前たちの最後だと思え。我々ヘルハウンズ隊はこれにて失礼するよ。また会う日までアデュー。戦闘機、撤退していきます。奴らが何と言おうが、勝ったのは俺たちだ。これだけ叩き潰しておけば、後が楽になる。レーダーに反応。エオニア軍機関、全速でこちらに突入してきます。なんだと？あのシェリーって女の船か？特攻するつもりか？そんな、とっくに動けないはずなのに。ダクトさん、回避してください。ダメです、間に合いません。全ブロック各駅、緊急閉鎖。総員、衝撃に備えろ。エオニア様の元へは行かせない。お前たちごときにあの方の理想を邪魔させはしない。落ちろエルシオール、私と共に。まだだ、まだ持ちこたえてくれ。あと少しだけ。エオニア様、あなたにお力を分けていただいたのに申し訳ございません。いただいたお力はお返しいたします。私はもはやあなたのおそばにいることはできそうにありませんが、せめて最後の務めにあの憎き白き月の落とし子だけでも道連れにいたします。エオニア様と共に広告を離れ、辺境の星々をさまよいながら、今日までお仕えできて、私は幸せでした。エオニア様！助かったのか。状況は？敵艦エルシオールの寸前で爆沈しました。本艦に被害はありません。そうか、
運が良かったな。そうだな、今のうちに白き月へ急ごう。わかった、みんなをねぎらってやってくれ。進路グリーン、紋章機は順次着艦してください。エンジェル隊、ただいま帰還しました。とりあえず敵を撃退できてほっとしました。私、今度はもっと頑張りますね。案外楽勝だったわね。私のおかげよ、感謝してよね。適切な指示に感謝します。あのヘルハウンズとかいう連中もこれで少しは懲りるだろうさ。次もよろしく頼むよ、司令。ミントさんに怪我はありません。ただ。戦闘時の衝撃で駄菓子を入れた箱が倒れ、中身がコックピット中に散らばってしまったのを片付けているそうです。あら、皆さんお揃いで、どうかなさいましたの？私はこの通り無事ですわ。それよりタクトさんの素晴らしい指示のおかげでお役に立てたことの方が嬉しいですわ。ですが今回はさすがにヒヤリとしましたわ。エルシオールに敵の戦艦が突入していった時はどうなることかと。お礼には及びませんわ。私たちはお互いに助け合う仲間ですもの。確かに甘い考えかもしれませんわね。でも、その甘い考えを実践することは、目的のために何かを諦めるより、ずっと大変で、そして尊いものだと思いますわ。タクト。おやおや、見せつけてくれるね。さすがは情熱的な愛のお出迎えをした仲。館内ではその噂で持ちきりなんですけど。私もあの時のことは何も喋ったりしておりませんわ。喋らなくても帰ってきた時のあんたたちの態度を見れば、向こうですごいドラマがあったことは一目瞭然よ。特にミントが本当に幸せそうな顔してて、私、なんかいいなって思ってたんです。そんな顔してましたかしら。記憶にございませんわ。愛は盲目。照れなくてもいいじゃない。ねえ、何があったのよ。別に、その何もありませんでしたわ。ねえ、教えてよ。はいはい、やかすのはそれぐらいにして、あとは仲のいいお二人さんだけにしてあげるじゃないの。はい。言っちゃいましたわね。申し訳ありません。
私のせいでタクトさんにまでご迷惑を。今だから申し上げますが、本当はもうこの船に戻ってこられないのではないかと諦めかけていましたの。だって早く出発しないとエオニア軍に遅れを取ってしまいますもの。そんな切羽詰まった状況下では私一人のことなど構っていられる余裕はないだろうと。ああ、自分はもう一生この家から逃れることはできないんだと思うと、悲しかったですわ。でも、タクトさんは私を迎えに来てくださいました。タクトさんの姿を見たとき、私、嬉しくて涙が出そうでしたわ。誰かに対してこんな気持ちになったのは、タクトさんが初めてです。これからは、また一緒にいられるんですわよね、タクトさん。そうですわね。私、実家に連れ戻されて、初めてわかりましたの。ここでの何気ない日常が、タクトさんと一緒にいる時間こそが、私にとっては、この上なく幸せなものだということを、ですわ。はい。よろしくお願いいたします、タクトさん。なぜあのような真似を。誰が命を粗末にしろと言った。お前は、お前だけはいつまでも私のそばにいてくれるものと思っていたのに。シェリー。ねえお兄様、なんでそんなに悲しそうな顔してるの。私とシェリーは辺境に流される前からずっと苦楽を共にしてきた間柄だ。そのシェリーが死んで悲しくないはずがない。死ぬって機能停止ってことよね。それってどんな感じ。何。あ、そうだ。だったらシェリーのデータを使ってそっくりの機械を作ってあげよっか。やめろ。どんなに似せたところでそれは本人ではない。シェリーはもう帰ってこない。変なお兄様。人間なんていくらでも代わりは聞くのに脳にはわからないわ。シェリーもこの前たくさん壊した人間も同じじゃない。機械を動かすための部品の一つでしかないわ。まあいいわ。ノアが申し起きたエルシオールを壊してあげる。そしたらお兄様も喜んでくれるわよね。そして最後は白き月を。楽しみだ。